熱が出たりすると気づくんだ僕には体があるってこと鼻が詰まったりするとわかるんだ今まで呼吸をしていたこと 君の存在だって何度も確かめはするけど本当の大事さはいなくなってから知るんだ述べられた手を拒んだその時に大きな地震が起こるかもしれない 述べられた手を守ったその時に守りたかったのは自分かもしれない君の存在だってもうずっと抱きしめてきたけど本当に怖いから離れられないだけなんだ 「へいへいへい」「ランララララ」「ウォーォォォ人と話したりすると気づくんだ。 伝えたい言葉がないってこと適当に合わせたりするとわかるんだ伝えたい気持ちだらけってこと君の存在だってこうして伝え続けるけど本当のありがとうは ありがとうじゃ足りないんだ。ランララララヘイヘイヘイ。ランラーランラーラウォーウォーウォー,ウォー,ウォー <coughs>。僕らの時計の中。 「ひとつだけでもいいから」「ほんとをつかみたくて」「ほんとを届けたくて」「<laughs> 年を数えてみると気づくんだ」 些細でも歴史を持っていたことそれとほぼ同時にわかるんだそれにも終わりが来るってことを君の存在だっていつでも思い出せるけど 本当に欲しいのは思い出じゃない今なんだ君を忘れた後で思い出すんだ君との歴史を持っていたことを。君を失くした後で見つけ出すんだ 君との出会いがあったこと誰の存在だって世界では取るに足らないけど誰かの世界はそれがあって作られる君の存在だって何度も確かめはするけど 本当の存在はいなくなってもここにいる僕らの時計は止まらないで動くんだ「ランララララ」「ヘイヘイヘイ」「ランラララララ」「ウォーウォー,ウォー」 La, la 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 la, hey hey hey, Lang la la la, whoa, whoa, wo 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 whoa, 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 whoa. そんな気持ちになると思わなかったな、まあ、っていうのは最近、まあ、付き合ってた彼女が台湾に帰国して、まあ、一応、まあ、遠距離恋愛っていう形で、まあ、関係は続けてるんですけどまあこの歌詞みたいな気持ちになってて。 それが、まあ自分としては、まあ結構、意外ですね。うん。なんか、知らないうちに、まあ自分も相手に、まあ依存してた、依存、依存してたんだなって、まあ思ってます。うん。そうっすね。意外っすね。やっぱ、初め、なんすかね。まあもともと、僕は、 なんだろうな。まあ、恋愛。恋愛っていうか、結構デートするのはやっぱ楽しいじゃないですか。女の子とデートして。で、やっぱりその性欲っていうのがあって、そのデートも楽しいし、で、デートがうまくいったら、その自分の、まあ、三大欲求の一つである性欲を、まあ、満たすこともできるっていう、そういう恋愛っていう、まあ、その一つの競技じゃないですけど、 まあゲームとして、まあ取り組んでたところがあって。で、まあもともとその僕は全然そういう恋愛とかを結構昔は学生の頃とか全然してなくて。で、まあ割とこっちに来てからそういうことなんだろうな。まあジっていう、ブラジアンジューっていう僕は競技をやってて、その競技をやっていく上で、なんかこう何に、何でもやっぱ共通して、まあテクニックとか、 まあ技術とか知識が大事だなっていうことが分かってきて <laughs> そのまあ恋愛でその女の子にその特定の誰かに好かれる上でまあそのもちろんそのスペック顔がイケメンだったりとか <laughs> お金持ちだったりとかっていうのはまあ一つのまあ大きな要素ではあるんですけどまあそれがそこが低く低かったとしても まあ技術をまあ向上すればまあ割とまあ戦えるじゃないですけどまあ割とまあ僕みたいなやつでもまあ恋愛できるんだろうなっていうのがあってでそれでまあいろいろ勉強しつつまあ恋愛しててでだからそのなんだろうな一人一人その一人にだけにアプローチするんじゃなくて まあ複数人アプローチしつつ、なんだろうな、その中で勝負していくじゃないですけど、まあそういうのをしてたんですよ、僕は。まあそれが、まあ一、一年ちょいぐらい、一年半ぐらい、二年前ぐらいから結構やってたんですけど、でまあ、でまあその中で、なんだろう、深い関係を築、まあ、いていけたらいいなとも思ってたんですよね。<laughs> まあそれは僕は結構家族がめっちゃ好きで家族とすごい仲良くてこういう関係がそういうなんか他のなんだろう家族じゃない女性と同じような関係が築けたらきっと幸せだし楽しいだろうなと思ってまあそのゲームをまあゲームとして取り組む中でそういう関係が築ければ いいなと思ってやってたんですけどまあなかなかなんだろうそう思えないっていうかなんか僕はやっぱブラジアンジューズっていう競技を毎日しててそれがすごい楽しくてなんだろうな <laughs> あんまりその、まあ、好きになったこのこともそこまでなんだろうなすごく大事に思えないっていうかやっぱり結局自分が大事でその競技の する上でその、まあ、デートの時間とかが邪魔に感じることがあったら、まあ、そこでやっぱり重くその関係性が付き合うっていう関係性が重くなって別れるみたいなのがよくあってだしなんかだからまあその自分からあんまり付き合おうみたいなのは言わなくなってで,でもなんか向こうがやっぱり そういう関係になった後にやっぱりなんだろう付き合っこれは付き合ってるのみたいな感じで確認を取られることがあってでそうなるとやっぱ僕も重くなって <laughs> そこで僕がフェードアウトしちゃうみたいなのが結構よくあってでな,かなかなかなんかやっぱ「ジューツ」っていうなんかすごい大事なものがあるから僕はなんかそういうのが作れない。 のかなと思ってたしあとやっぱ結局その誰かに依存するっていうのは何だろうな依存しないとやっていけないような、まあ、弱いちょっと精神的に弱い人がこそ依存ができて、まあ、僕はどっちかっていうとその精神的に強いってまあ思ってたんですよねその精神的に強いからなんだろうそういう誰かに、まあ、依存できないのかもしれないみたいな風に思っててで今の その今付き合っている彼女とはまあそういうそういうふうに思いながらもやっぱりその自分の,その性欲が原動力だったりまあそのデートっていうその全然僕のことを好きじゃない人間をそのなんだろうな会話とかコミュニケーションによって好きになってもらうっていうのがまあ楽しかったりして。 まあデートやってて、まあその中で今の彼女とも出会って。で、なんだろうな。初めっからすごい好きってわけじゃなかったんですよね。今はすごい好きなんですけど、じゃなくて、まあなんかその何人かいるうちの一人ぐらいの感じで。で、まあでも、なんか向こうが、なんか、 付き合わないとなんかそのこのこういう関係は続けたくないみたいになったから、うん、まあなんかなんだろうなそんなに僕として僕から僕としてなんか重くない人だったんですよねなんかだから、まあ、こんそんなになんか自分のことを束縛しようともしないから、まあ、そういう感じだったらまあ付き合ってもいいのかなと思ってまあなんとなく付き合っててまあでもそれでも僕は うん、まあ、その、出会い系の SNS とかを使って、他の人と会ったりしてたんですよね。その、彼女と、彼女ができて、なんかデートその彼女と、まあ定期的にデートしてたんですけど、そうじゃない時に、別の人と会ったりして、うん、やっぱりなんだろうな。なんか、ご飯食べるのとかと一緒で、なんか、すっごい好きな、 食べ物があったとしてもなんか別物、別の物を食べたいみたいな気持ちにもなるじゃないですかなんかそれに似ててなんかあとまあなんだろうなう完全に付き合ったらその自分のことを好きじゃない状態の人を好きにさせるっていうゲームはできないしそこのスキルは磨かれないですよねだから <laughs> まそう思ってなんだろうなまあでも今思うとまぁ、あ、それは ある程度その同じ彼女に対してもその毎回のデートでなんか毎回口説くぐらいのことをすればいいいいっていう話でもあるんですけどまあ僕はその時はそういうふうに思えなくて、まあ、別の人とかとあってそういう、まあ、ゲームとして、まあ、取り組んでたまあひどい話っちゃひどい話なんですけど まあそういうところが、そういうことしてて。で、まあそれが <laughs>、まあバレたんすよね、やっぱ。ある日バレてで。それで、なんかめちゃくちゃ、泣かれて、怒られて。うん、なんか、なんか、その、泣かれて気づいたってわけでもないんすけど、なんか、なんかそこまで自分のことをこう、なんか大事に思って、 くしかもなんだろうそのなんだろうなもうそんなことするんだったらもう続けるんだったら別れたいみたいなこと言われた時にまなんか別れたくないなって思ったんですよねなんかなんか別れるの辛いなって思ったんですよその時にうんなんだろうやっぱりそれは今までなんか共にしてきた時間を 振り返ると、なんか結構良かったな、みたいなのがあって、で、それが、なんかこの先にも、きっとあるはずなのに、その自分がしたことで、それがゼロになっちゃうっていうのが、すごい、なんか悲しく感じて、で、その時はすごい、謝って、なんだろうな、まあ、とりあえず許してもらったんです まあそっからまあそういうことは僕はやめて、うん、でやめてまあ付き合ってでもやっぱ付き合ってるとなんだろうなやっぱりその他人なんで結局考え方とかも全然違うし、うん、まあけんすることとかも本当ほんとにほぼ毎日ぐらい喧嘩することはあってなんか向こうもまあ僕からしたらすけど僕からしたらすごい 小さいことで怒られたりしてでそれで僕もはあみたいな感じになってだからもうそのたまにはその本当にもう別れた方がすっきりするし、まあ、日々頼日々より楽しいんじゃないかって、まあ、思うこともあってだからもう彼女はその外国人でその就労ビザで来ててそのビザが、まあ、切れたら帰らないといけなかったんでだから なんだろうなまあ帰ってくれたら、まあ、結構、まあ、せいせいするじゃないですけど、まあ嬉しい気持ちになるかもしれないぐらいに思ってたんですよねそういう、まあ喧嘩した時とかでまあ喧嘩しつつもなんだろうな、うん、まあその仲いい時っていうか一緒に笑い合う時間とかもやっぱりあってなんだろうな、まあ、旅行とか僕あんま好きじゃないですよなんか遠出するの好きじゃなくて。 移動がめんどくさいっていうか結構家でゲームとか近場で映画見たりする方が僕は好きだったりするんで旅行とか行かないんですけどまあ彼女とか結構旅行好きで遠く行きたいみたいなことよく言っててまあ、すもう帰っちゃうしもう帰っちゃうからまあ旅行でも行くかと思ってまあ行ったら行ったでやっぱ楽しかったし、まあ、めんどくさいこともあったんですけど 楽しかったんですよ、ね、まあそういうそういう毎日なんか本当にうざいって思うこともあるしあいいなってほんと好きだなって思うこともあってでまあ実際、うん、彼女が帰国するってなってまあその時はもう帰るなと思ってまあそのより自分の時間が増えるからまあそれはそれで楽しい毎日が始まるなって思って。 まあ彼女見送ったんですけど。まあそしたら、まあ実際、まあ結構つ、らいんですよね。やっぱなんか、なんか依存、多分何にでもやっぱ依存してたっていうか僕も、やっぱ依存してて。依存したものを急に取り上げられると、まあすごい、なんだろう、落ち着かないっていうか、気持ちが。で、まあそういう感じで,ですね。だから、 結構今となって、まあ、振り返るともうちょいなんだろうな大事にしてあげしてあげた方が良かったなっていう、まあ、後悔もまあ若干あったりしますねやっぱりうんそれは結構僕の中で結構意外だったっていうかなんかもう会えなくなったら 離れてたら、その僕が言ってたその性欲っていうのは満たされないじゃないですか。その体と体が触れ,触れ合えないんで、その100%満たすことは、まあ、難しいから、まあ、そのそもそもは僕は結構性欲、原動力で恋愛してたところがあるんで、なんかそこを、その楽しみをなんか奪われたら、 もうこの関係を続けたくな,なくなるんじゃないかって思ったんですけど意外とそんなことなくてなんかもうんそれを我慢してでもその彼女に嫌われたくないっていうか、まあ、彼女が嫌がるようなことを、まあ、したくないって、まあ、今のところは、まあ、思ってますそうですねうん すごい意外でした。まあ、だから、まあ、こういうことって結構多いと思うんですよね。その、失ってから気づくみたいな。だから、なんだろうな。結構、その、この見てる人とかも、まあ、いろんな大切な人いると思うんですけど、その別に彼女なじゃなくても、家族とか、友達とか。でやっぱりその、人との、人と関わってると、 ななんだろうな深く関わってるとその浅く関わってたらそんなにぶつかり合うこともないと思うんですけど深く関わるとやっぱり価値観の違いとかでなんだろう喧嘩することとかあって、まあ、感情的になってもうこんなやつと友達いたくないなみたいになんか思う突発的に思うこともあるんですけどなんかやっぱそういう 一時的な感情で判断せずに、うん、まあなんか、冷静になってから、そういう、その友達との関わり、関わらないようにするとか、この友達との関係を続けるとかっていう選択は、まあ冷静な状態で、まあした方がいいかなって思います。まあやっぱり、うん、まあ、後悔、 することもあると思うんで。そうですね。うん。まあやっぱりその、すごい今僕は彼女に対して結構好きっていう感情が大きくて。まあこういうのってまあ、錯覚、まあ所詮錯覚だと思うんですけど、人の錯覚だと思うんですけど、まあなんだろうな。まあ錯覚でも何でも、まあ自分が まあ大事にしたいって思うものは、まあ大事にしていきたいかなって思っています。まあそのブラジアンジューツ僕が大好きなのも、なんかいろいろ要因があった上で思ってることであって、まあそれも錯覚って言えるかもしれないし、まあでもそれが自分にとって楽しいことだから、その自分にとってこの遠距離恋愛でも、その彼女と 毎日話したりはでできるんでだから、まあ、それはそれで楽しいっていうか、まあ、性欲は、まあ、自分でもまあ処理できなくはないんでだからそうですねまあそういう感じで、まあ、あんまりブラジリアンジュースと全く関係ない話なんですけどはい。